いします。お願いします。いよいよですね。はい。いかがですか？まあ今はワクワクしてますね。はい。やっぱり待ち遠しかったですし、もう早く試合が始まってほしいっていう気持ちでいっぱいです。10月1日のレギュラーシーズン、チーム優勝。はい。から1ヶ月余り。はい。内川さんにとっては初めてのご経験。はい。はい。そうですね、もう分からないことだらけでしたしね、まあ、クライマックスをやるっていうのも初めての経験でしたから、もう目の前の試合をもう一生懸命やることだけでしたし、もう1打席1打席目をそのしっかりやることっていうのを、考えるばっかりでしたね。これまでは、去年まではですね、セ・リーグのチームの選手として、はい、このチームは日本シリーズに出場する姿を、はい、自身がその場に移動する、はい、やっぱり僕自身もね、まあ、プロ野球選手の夢としてね、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、やっぱりオールスター出たいとか、日本シリーズ出たいという思いっていうのは、これはプロ野球選手みんな持ってるものだと思いますから、まあ、その舞台に立てるっていう意味ではね、すごくこうプロ野球選手冥利に尽きるという部分もありますしね、もう本当にそのこの時期まで野球をやれるっていうのはね、セパ1チームずつしかありませんから、今年はリーグ優勝したチーム同士の戦いですしね、すごくこう面白い試合を見せられればいいなっていうふうに思ってます。去年の今頃というのは、今年の今の環境というのを予想されてました？いや、してませんでした。はい、去年はやっぱり自分自身のね、身の置き方っていうのもすごく考えてた時期でしたし、日本シリーズというものをこう客観的にしか見ていませんでしたから、まあ、そこまで思い入れを持って見たという感じではなかったですけどね。明日から始める初めての舞台でどんなプレーを、まあ、やっぱりシーズン中からやってきた、もう初球からでもガンガン打ったりだとか、もう前を見て、ガツガツやっていく自分自身のスタイルっていうのを存分に発揮できるように、頑張っていきたいなというふうに思っています。中日というチームは去年までは再三予定対戦されていますけれども、はい、今度パリーグでこの大舞台での対戦です、はい、印象としてはいかがでしょうか？やっぱり短期決戦となるとね、また違った雰囲気になるでしょうし、やっぱりチーム全員がね、勝ち方を知ってるっていう印象でしたから、ここで、こういう風にやられたら嫌だなっていうことをこうやってくるっていうようなチームですしね、まして先発もしっかりしてますし、後ろもしっかりしてるっていう状況を考えれば、まあ、やっぱり僕らもね、早い回から点を取ってね、優位に進めることっていうのが絶対条件になると思いますから、シーズン中もそうでしたけどね、もう本当早い回に僕自身が打点を上げられるような展開になれば、一番いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。これまでのレギュラーシーズン、そしてクライマックスシリーズでの打席での気持ちと、はい、日本シリーズの気持ち、何か違いというのはあるでしょうか？それともこれまでと同じようなお気持ちになるでしょうか？一緒だと思います。はい、対戦相手が変わるだけで、僕自身は打てると思ったボールは全部振りに行こうという気持ちでいますから、もう本当前向いて、結果が出る出ないというのはこれもやってみないと分かりませんからね、本当前向いて、バットを思いっきり振っていきたいなというふうに思ってます。交流戦でも MVP、はい、そしてクライマックスシリーズでも MVP、はい、明日からの日本シリーズまあ、僕自身が、ね、与えられた役割っていうのが MVP に一番近い場所にいさせてもらってるっていうだけの話だと思ってますけども、でもやっぱ活躍するってことはね、チームが勝利に近づく方法だと思ってますから、まあ、やっぱり一番は日本一になりたいっていうのが一番ですけども、それプラスアルファの部分でね、MVP が取れればそれに越したことはないんじゃないかなっていうふうに思ってます。大勢の全国のボックスファン、はい、はい、そうですね、やっぱり、皆さんがね、口を揃えて日本一目指すっていうのは、まあ、選手も監督コーチ含めそうですけどもね、やっぱファンの皆さんもそういうふうに言ってくださってましたしね、もう本当にあと4つ勝てば日本一っていう状況になってますから、本当に一体になってね、日本一目指して、頑張りたいと思います。はい、はい、改めて他の球団と比較してても結構ですね、
そうですね、やっぱり、バッテリーを含めた戦いだと思ってますから、やっぱりキャッチャーで谷繁さんっていう存在っていうのは、僕も横浜に1年一緒にやらせてもらってますけども、すごく大きなものがあると思いますしね、やっぱり見ててもピッチャー全員が谷繁さんを信用して、ボールを思いっきり投げ込んでるっていうのはやっぱり見てますから、やっぱりピッチャーもそうですけどもね、キャッチャーっていうのを含めた上で考えなきゃいけないのかなっていうふうに思ってます。その谷繁さんのリードは内田選手から、はい、谷繁選手のリードというのは、そうですね、本当に表だけではなくて裏もあるし、裏だけではなくて表もあるし、こうなんていうんですかね、その場その場で、すごくなんか僕自身が見透かされているようなリードっていうのがすごく多かったので、その点を含めてね、どうするのかっていうのを明日の打席入るまでにはね、しっかり決めて入らないと、なんかずるずるいってしまいそうな気がするので、自分の中でしっかりこう気持ちを持って打席入りたいなっていうふうに思ってます、ね、去年までは同じセントラルリーグで谷繁選手と対戦、はい、今年は交流戦の対戦がありましたが、まだその詳しいところまで僕自身見てませんから、ちょっと何とも言いようがないですけどもね、やっぱり、去年までやった印象プラス今年どういうふうな形だったのかっていうのも見ないといけないと思ってますから、でやるピッチャーは一緒でもね、持ってる投げてるボールっていうのが全く違う場合っていうのもあると思いますしね、その辺はもう違うもんだと思って、やることっていうのは大切かなっていうふうに思ってますね。はい、CS の初戦から、はい、内川選手のタイムリーから CS ファイナル動き出したと思うんです、はい、そういう流れを作る、はい、1打、日本シリーズでもやはり自分のバットで本シリーズのある意味動き出して流れを作りたい、はい、それを期待されていると思うんですけど、その辺りですか。ゲームが動いている状況のホークスっていうのはすごく強いと思いますから、やっぱり打順的にもチャンスが数多く回ってくる打順も打たせてもらってますしね、レギュラーシーズンでも早い回に点を取ることっていうのは勝利に一番近づくっていうのは僕らも感じてますし、やっぱりクライマックスもそうでしたけど、ピッチャーっていうのはすごくこう信用できるピッチャーばっかりですから、なんとか早い回に野手が頑張ってね、点取れることっていうのが一番、勝利に近づく方法かなっていうふうに思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。